12レース4号艇の住谷健吾選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は18年1月以来と久々になりました。今回は2連対率 31% のエンジンなんですが、全権乗ってみた感じはいかがでしたか？まあ悪くなさそうな感じはしました。はい、はい、数字は 31% ですが、近況ちょっと上向いているかなと見えるエンジンなんですが、ええ、今回はもらったままの状態で特に行かれたんですか？そうですね、今日は、はい、何もしてないです、はい、何もせずそのまま乗ってみて全権としては悪くないかなと。ただちょっと起こしは重かったですけどね、はいはい、これ気象条件とか全権だからっていうのもありますかね？どうなんですかね、はい、その部分はまた初日に乗ってみて確認をしてと。そうです、はい、はい、プロペラはトクナットにはもう調整されたりしたんですか？自分の形にちょっと叩いています、はい、そんなに違った形ではなかったんで、はい、はい、大幅ではないけれど自分の形に寄せてみてまた明日乗ってからですね。そうですね、はい、はい、緊急は2場所連続輸出中でご自身のリズムは良さそうですが、その場所その場所で違いますかね？そうですね、なんか、はい、プロペラはなんかこう最近自信持ってはいけてないんで、なんか探り探りでやってるんで、そこら辺がちょっと不安ではありますけど、はい、はい、いや久々の小島でね、しっかりとまた足を仕上げて快速レースを見せていただきたいと思います、はい、一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一節間精一杯走ります、応援よろしくお願いします。